どまり、ね、いましたよ、奥さんの中に。だるヘリの恨みは強いよ。僕ヘリの恨みだけは強い。工程が見過ごしていいんか。忙しいから。事務作業が忙しい。事務作業忙しいから。まややめてんのかわスワットやめてんのか。今スワットに。もう到着するわ。オッケー、上まで来た。接近するわね。あら、こんにちは。こんにちは。こんにちは。もう手錠をかけてる。捕まったんで、また一人ご相談よろしいですか。手錠ついてるんや。気をこんにちは。はーい。最悪だよ。いや、ほんと最悪ね。いつの間に？いましたよ、お客さんの中に。だるー。だるすぎー。障子体以外も。いやあ、もう元祖ですよ、よろしく。はい。元祖じゃないのか。うぜー。鍵開けたわ。ちょっと見てた、ずっと積んでんの。どこがいい？うぜー。あ、どこでもいいですよ。南車に一応ヘリ一般としたんで。やめてくれ。場所が南にしますか。南に行きましょうか。地図からね、南車に。他の2人捕まえたんで今南車を運びます。ナイス。QPQ から始まるヘリがインバウンドされてて、その中身確認してほしいです。了解。これ隠し看護師？一応そう、12っすよ。12時間。あ、そうだ、12時間押し。100万押しです。なるいわね。え、さっき積んでて、僕来て、じゃなくて今来た、もしかして。さっき俺にアタックしてきたの。別の人だと思うよ。別のヘリだと思う。これ別のヘリ、うわー、それタイミング悪いわ。ま、それはさすがにタイミング悪いわ。え、まさか俺らついでに捕まった？いや、なんかね、さっきから積みに来て、行っては撃たれたり、言っては逃げてアタックされたりとかしてたから、それたちまた来ないかなと思って張り込んでたら来たって感じ。もうだるすぎる。そうなのよね。もうちょうど来たばっかりだったから本当言うんがなかった。そうそうそう。いや、ちょうど言おうと思った。この結婚怪しくねって電話来なかったら言ったー。あー、ちょっと俺たちが鼻つむ前に言ってほしかったですね。そうだね。まさかじゃん。彼ら積み立てホヤホヤだったから。これに関しての苦情は全部北署にお願い。北署が悪いやつだからね。まあまあわかります。62個。あとアサルトライフル。ついでアサルトライフルも取られるんだ。アサルトライフルガンライセンスがないからな。確かに1番にはスケボーが入ってて、5番にバットが入ってるわ。はい、バットもいつでも取り出せるようにしてますよ。アサルトに関しては全然番号のところに当てられてないわ。はい、なぜかというと打つ気がないからです。なるほどね。はい、なので見逃してもらえないでしょうか。それは無理だ。あ、無理か。ちょっと待って、田中さん、俺ああ持ち物があれでした。まだ押収してないです僕。あ、そう。銃だけ。私押収しとくわよ。ありがとうございます。はい、罰金からのあれしといていいですけど、今回安いで。そうですね、銃取り出してないんで。プリズンも少なめでお願いします。62個。何も入ってなかった。了解。そう、割引なしか。ほんと北署って最悪ね。許せねえ。新品のカービン捨てるの惜しいな、これ。くそせえ。マジで新品だね。おはようございます。よろしくお願いします。報酬しといたわ。
花は。ありがとうございます。じゃあ切符もあれしちゃ、ちょっと待ってください、ね、計算しますね。じゃあ私が。じゃあまだ体験5日目だ。70あ、先輩よろしくお願いしますね、今日から。はいはいはい、はい、おめでとう。70と62です。予想外だった。こんな私あの嫌われたくないから、あなたが気になって気にいや僕はあれスワットなんで切っていいですよいくら僕スワットなんであれなんで、ちょっとあれですわ。まあ、割引しとくと。ページ開いてなかったから、今すぐ出せない。いいんじゃないですかね。あのページ開いてないんで、今開いてます。今開いてます、全然。まあでも、本当に無免許、はいはい、無免許銃刀法と、博物所持10から99。なんで、100万と、いや140とかじゃないですか。あ、オッケー。それでも140か。お一人140。これ12時間押収ですか、ヘリ。いや、そうなりますね。うわー、完全に使用したんで、まあ、そうなりますよね。170。でもさ、キモさんよく考えて。それ積んでたらさ、はい。使用してるけど、積んでないから違うくない？いや、なんか足として使っ、でね、これ違うんですよ。はい。むずいですよね。うん、だって113万円で押収はしなくね？難しいね、うん、140で大丈夫しますよ。しないよ、キロはね。 しますよ、あのするすべてします。コンビニ強盗とかも全部あのコンビニの盗品積んでなくても、うん、あの本当に、はい、それで盗作図るものなんで、はい、します。自己優勝切ったわよ、はい、できます。本当にじゃあちょっと15分くらいで。キモ線間違ってない。もうはい、もう押収線間違ってない。押収どうしようかな。ヘリの恨みは強いよ。ヘリの恨みですよね。うん、そうですよね。うん、強いよ僕。やばいやばいやばい。僕ヘリの恨みだけは強いよ。皇帝が多分押収してしまったかもしれない。うん。皇帝ってさ、さっきのさ、QPQ 押収したよね。100万押収した。ないの？さっきの QPQ のヘリって100万押収した？あるある、100万で。なんてポリスたちが100万押収いたしましたので、ね、ね、部下のせいにすんの。そうですね、これですね、うん、私をいつ何時でも殺していい、今日殺していい状態入りますよ、これね。ヘリの恨みは強いよ。あ、それは別にいいけど。わかりました、その恨み。140万円で今日1日使えなくなるんだ。そうです、あの、うん、恨みを引き受けます。許せないね。そうなの。いや、あの、もう押収しちゃったんで、押収してしまったので、うん、もう。じゃあ、私が GPS 見て、各夏休み場所教えるから、切り戻す。それはダメです。それはダメです。ツイックスでいい。ツイックスで流しといて。あ、30分に1回ぐらい。30分に1回ぐらい。うん、キモセンの場所をツイックスで流したら、多分、はい。同じとこに滞在してたら流すわ。うん、ギャングから大人気になると思う。なるほど。うん。了解です。だね。わかりました。あ、いいですよ、全然。わかりました。じゃあ送ってください。手錠ね。の恨み。あ、あなたも、あ、手錠ついてる？ん？あ、ついてる。あ、外れた。ついてるか。あ、なんか、そうだね。見分けが、体がね。見分けつかないですね、これマジで。ちなみに、奥の方、はじめましてかも。はい。なんて方ですか？タコ松と言います。タコ松さん、よろしくお願いします。構造いる人聞こえる？はい、インパウンド上に1台ヘリあるから。そう、電話中なのかな。はい、腹立つわ。木本さん、あなたが送りなさいよ。いや、僕あれですよ、座ってですよ。免罪符にしようとしてる。許せえな。グライダーで遊んでる飛行場にいるとは。仕方ないじゃないですか。許せねえ。で、15分？仕方ないじゃないですか。はい、お帰った？オッケー、送るわよ。どこにいんだい。コンセルジュだけは逃がしてあげてほしい。社長来
たわね。さっきのあのコンセルの兄貴積んでるよ今。そうさっき殺してきたやつだ。コンセル、ああ殺していいじゃん。わかんない、工程見てないから。後発人物かは知らん。行くとき教えて。タコ。じゃねえ。ちょっと。さっきの。ああ。さっきの。さっきの。ヘリでもつけよ。ば。ああ。報酬審判だで大分。ああなんかどうやったらいいんだ。ヘリアタックされてるのは吐く夏目っぽいわね。皆さんとりあえずあの、ああ行きなさい、さよなら。私インパウントしとくわ。夏目に追われてます。ありがとう。はい、ありがとう。青花で今ヘリアタック見つされてるんだけど、誰か助けに来れますか？買います。ヘリの場所行くわね。その上にやつ開始できる？オッケー。ヘリのとこよね。ヘリのところ？あーだだだ、ちょっと登れないわね。ちょっと、ああ、オッケー。これ、このヘリもあるんですよ、一般的に。オッケー。仕方ないんです。100万中に100万。仕方ないからね。そうしたくないけど。渋い渋い。100万で。やりましたね。これ、あの、ヘイト高いわよ、これ、だいぶ。ヘイト高いっすね。俺、多分今日一回誘拐されてきますわ。機械通りに監禁されます。あ、来てくれてありがとうね。大丈夫、足ある？あ、足ね、実は隠してあってね。あ、ちょっと青花の近く下ろしてもらっていい？オッケー。隠す。でも話しかけに来てほしいけどね。来てほしいですけども。来ないかな、夏目くん、マジで。せっかくだから。まあ別に僕はここで仕事ができるからいいんですけど、全然、うん、そうね、私も仕
仕事はかどるっすね。これ仕事はかどる。これなんて言うんですか、このどこでも働けるやつスタイル、なんかこのリモートワークみたいな。フリースタイルみたいな。あーリモートワーク。おお。ちょこちょこ。してきたで。あ、あれじゃないの。なんだっけね。なんでしたっけ。なんて言うんでしょう、こういうどこでも働けるようなみたいな。これさ、ダウン社漂流ってさ、今僕が世界に座りかせたやつじゃないよね。それ、こんにちは。先生じゃないの。それで救助行った救助隊かも。妹は素敵なな。謎をあげてな。レギュラー気してないかもな、一瞬いるかも。あんなところ謎をあげてる。あっちゃん。なんだい一番帰った。おかえり。謎をあげてんの。おかえり。これまだ2番いるよね、多分。いや、なんか仕事結構かかどるなと思って。はかどるな。仕事はかどるな。これさ、どうしよう、犯人。犯人持ってるんですか。持ってる個人。一緒にダウンしたんですよね。夏目くんは個人がダウンしてる犯人抱えて世界の断りを超えて、俺もそれ、そのまま世界の断り超えちゃって、両ダウンした状態で。ないね。ないですね。俺先生もダウンしたね。ええか。これはあれか、レギオン巻き直しかな。さすがにね、ワーケーション、ワーケーションですか。あー、それね。本社東京だけど、沖縄で仕事する。CPU 追加したのって誰やつ。はい。サブローかな。いやね、本社は町中だし、北社は北だけど、どこで仕事してもいいんですよ。見過ごしていいんか。あ、ん？忙しいか。事務作業が。事務作業忙しいんか。田中さんも意外と事務作業やってくれますからね、普段から。本当。そうね。あと田中さんもめちゃめちゃ事務作業、ね、やってるわよ。あと補充作業結構やってるわよ。やってくれますもんね、そういうこと。裏方的なことめっちゃやってくれる。助かってますよ。まあそう。おと感謝してください。してますよ、ほんと。ダメやこれまたっぽいのが。遅くんなよ。これはなんだ RPG だけど。RPG を垂れてる、鼻。まとりだね。オッケー、いくわ。でもピン1個なんだよね。でも RPG を垂れてるよ、ロケラン。でも、1個なんだよね。所長がおったんじゃない。あー。1個になった。いや、1個になった。たぶん、撃ったのホーム先輩ですか。違うわ。違うわ。分かった、分かった。地形性がないんだったらピンちょうだい。あるわ。普段の行いのせいで。じゃあ、行くよ、応援。法政つくよ。応援、行きますよ。あるわ。一応、客船の世界の言葉でから外れた犯人なんだけど、もし見えなかったら教えてほしい。椅子ごと転がってるな。あ、そう、椅子くっついてる。しょくんなよって言ってましたよ。最後、客船の船尾残ったやつか。夏目くまさんなの。個人が1人だけ持ってって、それを持ってて、はい、多分だけは那須っぽかった。那須さんがどういう見た目かわかりませんけど、紫の髪してましたよ。撃たれた後、回収していかないのね。俺らを殺すことが目的だったのかもしれない。本当に嘘話で来てたね。本当に嘘話で来てただけであって、別に花摘みたいとかじゃなくて。そうね。普通にあれですよ。何すか？ RPG で撃たれた。撃たれた？ RPG で撃たれたわ。じゃあさ、もしかして車3台？ 3台だ。3台ね。行きます。見たぞ。ただけ。了解。オッケー。松葉取れたわ。よし。じゃあ行きましょう。あれ誰か青花向かってないかしら。意思を引き継いでき誰かいる。近くにいる。エンペラーいる、エンペラー。夏に2人いる。ちょっとちょっと
もう慣れてないこっち。待機しとくわヘリで。慣れてないやつ。ヘリで行ってる工程。その方がいいか。じゃあ行くわ。必要で。え、青花。水行こう。今ヘリで向かってるから撃たれたら俺らがじゃあ最初に追加株は。じゃあオッケー。何で積んでる？撃たれたら工程っていう。今隠れてみてるからわかんない。夏目くんだったらちょっと話は変わってくるから。オッケー。ヘリでの、こうするこうする。あっ、ちょっと、じゃあ行くわ。ちょっと待ってて。ああね、ガチでピリピリしてる。耐えてる。あ、ちょっと待って。まずいわよ。ちょっと、早く行かない。早くしないと。タイミング悪いな、待って。気づらまれに。飛んだ。まだ来たとこ。あ、じゃあ、ちょっと間に合ってないか。フェード来てないかな。スーパーショット。そうね。一人ね、地上いるよ、まだ。この発砲ね。オッケー、それが飛んだらお程度。オッケー、今、後ろに行って。決着つけていかないと。止めれたりしないと。もう、タイミングあるよね、ほんとに。ほら、止めるわ。すんな、無理すんな。何やってんだ。めっちゃ耐えてる。何やってんだ。追えばいいから無理すんなよ。ここでオッケーオッケー。これ気持ちいい。今着いたの。何やってんだ。おー、無事だ。ここだ。なるべくヘリ何台持っとんねん、あんた。ヘリやりすぎだろ。ちょっと降りるわ。ただ大花は、はい、行かれた。散歩中止。散歩中止って何だこれ。散歩中止。止まれたら無理だな。なんだこれ。北署署長やられたわ。その後、飛んだら1ピンに変えて。うわぁ、お前銃がないのか。その風呂が、今飛んでる風呂がいい。わぁ、お前銃なかったか。オッケーオッケー、じゃあね。ちょっと服装変えてこようかな。いってらっしゃい。パパのスワットどんなんだったっけ。このスワットが、あの市長から OK もらったね、格好があるけどね。市長から OK もらったか。うん、市長に直々にお礼したの。うん、市長が直々にこれで行けっていうのがあって。着替えようかね。ここだね。まあこれでって言われてるよ。スワットに切り替えたわ。よろしくね。さっき着替えてくるって言ってたけど。パパのスワットの衣装。もうこれだよ。これなんだ。市長にOKもらったんだって。それ現場で動きにくくないんすか。いや、むしろ動きやすいけどね。あ、そうなんだ。
戦闘服みたいな感じですね。あ、ユニオン楽しみね。楽しみだね。初めて行く？その服で。この服で初めてだね。ユニオン準備してますわ、これ。なんか結構了解してるね。車。うん、だいぶ配置にはついてた。ママと一緒に行こうかな。一緒に行くかい。あ、来たね。行きますか。さあ。ユニオン3番でパシックが7人で籠城だから何人かこっちから向かわせる。了解です、ありがとうございます。3番行って。来た、パシフィック。3番来たわ。4人残してユニオン行く。 OK。 自分どうしましょう。これヘリ出してくれる人いるか。ごめんね、ここにちょっと待っててもらえる？了解です。ちょっとトイレしてからにする。ユニオン俺とハヤトユニオン行く。はい、了解。了解です。レッサンか皇帝さんこっち来るかも。ヘリ行け。海がすごいな。ハッタはね、いない。四つまたな。ここはね、頭出しいた。頭出しだけかな。それしかいなかった、高速側は。そっちね。本当に地面の高速はね、頭出し1で。頭出し1だけ。高速、爆発させるね。オッケー、高速じゃあ3人、4人で詰めたいな。高速、俺と隼人いるぞ。エビス、俺で詰めるか。俺、カジノ側から入りましょうか。高速、赤い車、ラックカプション。チューブの方にね、バイク行ってるわ、1人。赤いレベルで気をつけてみて、引かれるの。朝乗ってる人さ、声かけだけしてくんね、デベステに。声かけだけでいい。あれ、声かけしてほしい。離れ、来たらって。花粉団子だな。それ、チューブ、金庫の横のチューブ側に位置いる。はい。声かけできたら、側から進行中で。来たら、どうぞ行こう。はい。四股、チューブ位置だけですか？四股は。ちょっと待ってね。一周離れる、すぐ帰ってくる。四股はいないね。四股いない。フリー。わかりました。緑のデベステもいるわ。赤いデベステ、大声で声かけたんですけど、止まってるかは分からないです。あ、いるよ。あ、緑のデベステも銃持ってる。これ、オールイン。緑のデベステ、赤のデベステ、全部撃つよ。はーい。了解です。タンク2台買って、で、高速詰めるんだったら、ライオット残すから、3人か4人で詰めてほしい、高速。オッケー、高速俺、後ろつく。いいよ、俺がもう、ラークのヘイトは全部買うからいい。あら、待って、もう、そもそもね、高速前でね、歩いてると撃たれるよ。中入ればいいか、もう。入って、もう詰めた方がいい。オッケー、行くぞ。ヘイト撃ってるよ。パパも行くわ。行く人は行ってくれ。四股行きます。バイクね、バイクでダークしてる。バイクラークオッケー。じゃあ、ラークサンダー、赤デベスも来てるからね、今。いいですね。警察どこまで一人いる、一人手前来る。しかも4つまたいないですか。ね、もう一人ね、そっち寄ってってる。アバーその先いる。さて、4つまたいないですか、今。一人やった、一人やった、ババアやられた。わかりました。はい、ラーク2台いるからね。高速ラーク2台。引かれるよ、高速が行ってるよ。赤デベスって、赤デベスっていいよ、それ。ね、高速入り口、まだいる、まだいる。ちょっと一旦まあまあ巻くため引くわ。待って。なんかね、変な黒いバンみたいな車も走ってる。それもか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ユニオンも天体です。よし。やられ方が悔しいんだよな。オッケー。
なんか真っ赤な人がいる。完全に終わったと思ってたら残ってやがったな。入ってきてたな。ほら入ってきてた。いやあ、ありがとうございます。いいえ。どこですかギャング？拠点で行きますよ。テサさん、オールインだったと思います。オールインか、オールインなのか。なんか一人真っ赤な人いますけど。お願いします。あ、その格好は、はい、これはスワットの格好だよ。トレスがやべえぜ。やばいですね。特例ですか。あ、市長から OK もらってるから。おお。じゃあもう誰もね、何誰一人文句言う権利ありませんね。もうちょっとな。これならもう仕方がありませんね。そうね、ちょっとアンブレラと戦う時だけ気をつけた方が良さそう。いやでも足そんな白くないからアンブレラ。いやでも今日はよう頑張った。あ、パリエに行ってる。いやいや、そんなとんでもない。よく頑張った。あなたよく気づいたね。まあ今見ましたからね。ありがとうございます。足引っ張ってばっかで。またお願いします。もらいました。素晴らしい。立花起きました。はい、通りました。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。出ました。ありがとうね。助かったわ。ふぅ、これどうだった。まあ、二人謙虚ですよ。まあまあね。疲れた。ああ、これはまあしょうがない。ハヤトよく頑張った。すいません、本当にちょっと足引っ張っちまったなと思って。いやいや全然そんなことない。あれもちょっと難しかったな。詰まってて弾が打たずに終わりました。また後ろ向いて終わりました最後。戻れずにな。戻ろうと思ったら、うん、ぐちゃぐちゃにされてましたね俺。あ、まあでもその思いを糧にしてくれ、はい、いや悔しいっすマジで。戻れなかった。あれ辛いよな。そうっすね。やべ、はまったってなったらな。一緒の方行こうかなと思ったんですけど。うん。いやでも所長と別の方から車線通そうと思ったんですけど。ああ、それはでも判断正しいな。本当ですか。うん、正しい判断だよ。知らなさすぎて戻れなかったっす。背中向けて。いやー、剣士の恥だ。ああ、まあいいんだ。にするな。ありがとうございます。頑張ります。うん。ありがとう。いいのよ。電話ありがとうございます。ダウンしちゃって戻んのマジか。そうね、なんかダウンしてたね。ダウンした病院行ってたんですよ。よかったわ。そうです、ありがとうな。ありがとうございます。プレイさんもありがとうございます。よし、なんか、うんうん、なんかしたかしら。あ、なんか大型来てくれてましたよね。あ、そうね。はい、ありがとうございます。うん、助けに来ていただいて。次頑張りましょう。頑張ります。ママ寝るわ、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ。またね。